どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあまた本日もね、人間のクズ以下のデッキを作ってきたんで、ご紹介していきたいと思います。うわ気持ちいいぜ。というわけで、外役ですクソ強え外役を召喚獣外役って皆さんご存知ですか？デッキタイプとしては結構使ってる方もいるかもしれないんですけども、なんかすげえ強いモンスター見つけました私。この水属性の氷結界の修験者っていうモンスター、これご存知ですか？これなんか探してミッションサーキットでゲットしたらしいんだけども、なんか俺こいつカードを見せたらさ、こいつ強くねってなって、このカードが攻撃力1900以上のモンスターとの戦闘では破壊されないっていう効果を持ってるんですよ。で、要は翻弄するエルフの剣士とかあんなような感じの効果ね。で、水属性なんですよ。だから召喚獣と一緒に呼吸が出せるっていうのにプラスして耐久力もあると。だから今回はその召喚獣外役デッキって昔紹介したと思うんですけども、あのデッキに氷結界の修験者と、ウィンダーを入れて耐久力を増し、底なしと分断で相手をロックして、最終的に、リンクスに来てはいけなかったモンスター選手権第1位の男でぶん殴っていくっていうデッキにしてきました。マジでうざいです。マジで使用禁止レベル、ほんまにうざい。いろいろ強いデッキ、外役ってやっぱそこそこ強いデッキだと思うんですよね。デッキタイプによってはこの外役はね、ちゃんと強いですちゃんと強い人間のクズ以下のデッキを作ってきたんで、本日も皆さんに嫌がらせをお見舞いしていきたいと思いますこれがリンクス界最低実況者のスーパー最低デッキだ気持ちいいぜ。いわゆるスタンバイ行くぞ蝶のうち似てなすぎまろた気持ちいいぜ。こんな感じだよね。でもね、マリックってこんな感じじゃね？行くぞ蝶のうち。モノマネのクオリティに関しては一切文句受け付けておりません私。これだいぶ強そうなマナーめっちゃ引いてんな。だいぶ強いぞこのマナー。さあこの最強マナーを踏み越えていけるかな白縫さん。さあ大丈夫ですか？今から貴様の公開処刑を始めてやろう城之内。ゴズキでも新居所感は別にか。分断の壁で貴様のフィールドのモンスターを無力化してやるぜ。土球部隊がちょっとあるんでね、最近は割とね結構強いんですけどね。土球部隊でそのゼロになったやつ普通殴ってくる。普通殴ってるか一応投げるよね。闇のゲームの注意点は自分のライフはねある程度残しておかないといけないね、基本じゃないと相手の方が先にライフがなくならないっていうかゼロにならないんで、残しておいた方が基本的にいいですライフは。だからもうしょってからもうバンバンカイトロイドとか投げちゃっていいと思う。それなんでかっていうと、闇のゲーム外役研究家リュウさんから言わしてもらうと、その闇のゲームでその自分の方がライフが減っちゃうと相手何もせずひたすらエンドしてるだけで勝ちなんですよ。だからなるべく自分の方がライフが上っていう状態を常に保っておくべきだということですね、外役研究家リュウ教授からのちょっと助言なんですけども。さあ白根の、モノロベを墓地に送って、さあそろそろシンクロしてくるんでしょうか。あードッキュー部隊ですか。はい、なるほど。ドキューでどれをモンスター、それはありがたいぜ城之内、ありがたいぜ城之内。ウィンダは破壊された場合デッキもしくはエキストラデッキから霊獣モンスターを召喚条件を無視して特殊召喚できるのさ城之内俺オファー来ねえかな。外役キャラクターの遊戯王の映画出てるんだけど、オファー来ないですかコナミさん。コナミさんオファーお待ちしております。あ、それは強い。スカルデーモン強いな。スカルデーモンじゃない、ハデス。ハデスはちょっと強いので、さすがにちょっと落として、さあ、落としていく。ガイアキャラクターのオファーをお待ちしております。コナミさん、聞いておりますか？さあ、チューナーを特殊召喚されたところで、そんなに困りはしねえ。さあ、あと1体なんかいるかどうかって話あるけども、まあ、あと1体いたところでそんなに怖くはない。さあ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 、大丈夫かしら、兄さん。ひたすらに、あとは私はこのモンスターで待機をしていけばいいだけだぜ。さあ、ターンエンドを宣言しな。情のうち。対戦相手は基本的に情のうちの体で常にデュエルをするっていうね、ことを私、マリックを使う場合は心がけております。マリックの声優さん、そういえばさ、イベントの時にレベル上昇、なるほど。イベントの時に初めて見たんですけど、あ、これ、あれか、ホムラか、まあ、ホムラでも、ホムラは別にいいか。ホムラ、これ出しちゃうと別にいいや。今だって破壊できんないでしょ。フィールドのモンスターいけないもんね、ホムラって。墓地か除外されているシンクロモンスターを戻すと破壊できるっていうことだもんね。だって大丈夫。それは全く問題はない。バトルフェイズ OK。分断一発撃つか。一発撃って一回無力化して、やつの3500っていう打点は一回無力化をして、これ、あ、やべ、ちょっと100、やべ、算数下手すぎん。もういいや。精霊獣で、これイルカの方がいいかな。イルカの方がいいな。イルカで守備置いといて対決か。これでや。はい。ちょっと計算がちょっとバカすぎて、100上回られるっていう、ちょっとプレミアしましたけど、まあ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 、まあいいでしょう。今使う必要あんまなかったっていう話あるけどね。ドロー。おお、強いカードが来たぜ。最強カードが来た。情のうち、俺は手だから。氷結界の修験者をセットするぜ。さあ、情のうち攻撃してこい。気持ちいいぜ。ちなみに本当に気持ちよくなっております。今めちゃくちゃ気持ちいい。今快感でしかない。今さあ、殴ってこい。セットモンスター、サンダーブレイク。何、あ、バックか。なるほど。バック、ああ、いい、うまいね。やるやんけ、情のうち。やるじゃないか、情のうち。痛みだ。おっと。さあ、ぶち込んでくるね、シンクロ召喚で。やつは底なしされてるんでロックされてっから別によくて、でスカルデーモンで破壊効果で破壊してなかったら別にどうでもいいや。そんなんどうでもいい。さあ、ラバーゴーレムを恐れずに攻撃してくるんでしょうか。さあ、ラバーゴーレムが怖いです。さあ、乙女レイ選手、さあカードを1枚セットした。さあ、殴ってくる。セットモンスターに攻撃するが、セットモンスターは氷結界の修験者。このモンスターは1900以上の攻撃力のモンスターとの戦闘では破壊されません。さあ、困りました。さあ、乙女で、ああ、最強カードきた。召喚師アレイスターを召喚。召喚師アレイスターの効果を発動。さあ、貴様の墓地のチューナーモンスターは私の餌となってもらおうか。フィールド上の召喚師アレイスターと貴様の墓地の妖刀知らんよゲームから除外し、現れよ召喚獣プルガドリ。うわー、ダリーのきたー。まあ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 、そんぐらいはいいだろう。そのぐらいはいいだろう。チェーンなんもないね。あれ、底なしとかはあれかな、煉獄2枚とかそんな感じかな。伏せカードでもサンダーブレイクでもねえんだよな、多分。インガとかでもねえし、ド級でもねえから、伏せカードはまあ落とし穴系か、まあ、ブラフかどっちかって感じだな。さあ、真面目に相手の伏せカードを読むこともできるぞ、情のうち。やべえ。でもさ、次さ、煉獄、あー、強いカードきた。バカ強いカードきた。とりあえずちょっともう決めたいんで、そろそろちょっとやつはもういらねえか。これ自分のプルがでいいや。召喚魔術の効果を発動。自身のフィールドの召喚師アレイスターおよび召喚獣プルガトリオをゲームから除外し、召喚獣プルガトリオを再度融合召喚。うわ、だる即死していく。プルガトリオ無限に死んでいく。プルガトリオは無限に死んだ。いいだろう。あとはね、カリギュラしてラバゴしてエンドしていくだけなんでカリギュラしてラバゴしてエンドしていくだけなんで、で相手のターン、これも次ラバゴで勝ちだ。さあ、土球部隊を伏せることができるかどうか、早乙女玲選手。早乙女玲選手、さあ、土球部隊を伏せることができない。さあ、これはゲームエンドのお時間だ。貴様のフィールドのモンスター2体の魂を、生贄に捧げ、貴様のフィールドに現れるのさ。溶岩魔人、ラバーゴレム。降臨だ、蝶のうち対戦ありがとうございました。グッド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 。さあ、お相手の方、根性だと蝶のうち根性などというスキルはな、闇のゲームで貫通させてやるぜ、女王のうち。まあ、言うてワンキルするデッキじゃないんで、別に根性なんてちまちま削っていくクソみたいなデッキなんで、別にいいんですけどね。好きなんてどうでも。ソリッドも来た。強い。ソリッドエアか。伝説の、来たソリッドエア。伝説のソリッドエアかっこいい。ソリッドエアは強い。アナザーネオンさん、いいね。ヒーローしてんね。あ、弱い。魔法カードねえのかな。いきなりカイトあるから、いきなりいっちゃっていいかいきなりいっちゃっていいっすか。自分ですごい、すまんな、女王のうち高校書店溶岩無視ラバーゴーレムだやってることはマジゴミ人間すぎんだな、これ。やってることはマジゴミなんだよな。やってることは結構ゴミでも、魔法カード伏せないってことはモンスターなんかな。手札もしかしてヒーローを結構引いてる感じだから、もしかしたら展開またされるかもしれないですね。もういいや、別にカイトロイドでひたすら耐えるわ。カイトロイドゲーしまーす。ソリッドマン、ああいいね。ああ強いね、普通に強い。底足はちょっとマスクに打とう一応で、それも別にスルーでいいんじゃないかな。一回マスクに底なし当てればいいと思うんだよね。まあ、カイトロイドなんか3枚じゃねえや、4回打てるっていう超強い効果なんで、まあ、こうしてはいはいねえマスクに打てばいいから。でここ1回 1300K のでラバーゴーレムだけこうしので、マスク打ったところで底なしのは、あ、マスクない。マスクなし、オッケー、ドロー。分断、はい、最強。はい、最強。はい、最強カードきた。はい、ターン終了。でも、エアーマンは出せないんで、まあ、バック除去はできない。融合されたら、ノーマスターがいきますけどね。ラバーゴーレム、炎なんで。さあ、カードしまセット。さあ、バトルフェイス。さあ、分断がってくるが、分断のカメラバイーン大丈夫か、城之内あ、クソみたいな髪きた。攻撃表示に変更だぞ、城之内。さあ、このモンスターの攻撃を防ぐことができるんだろうな、城之内あ、ぶんだの壁脳死分断ゲー、対戦ありがとうございましたいくぞ筋肉マン。デュエルにマッスルはそんなにいらないんだよ。無の煉獄、何ソリティアデッキか。すぐサレンダーしていくんだろうな、てめえも。デュエルにそんなにマッスルはいらない。ちょっとそんなバカな、あ、捨てたくねえ。なんか全部捨てたくねえ分断ちょっと残しておきたい。ちょっと今のはちょっと究極の選択だった。始皇帝の寮母、はあ、なるほど。始皇帝の寮母、これなんだ、月が、はあ、なるほど。忍者、なんか面白いデッキですね。無の煉獄、無の煉獄、オッケー。闇のゲームだ。さあ、てめえのライブでもあと1600、結構やばいだろ。1600結構やべえだろこれ。セットするぜ。セットセットだ。変化の術なんかかな。別にセットモンスター戻される分だって別にいいよ、いくらでも。これ何これ、変化の術いいだろう。さあ何を変化されるんだ。さあ変化で、あっ自爆神、まさかのイラコチャラスカ先生、イラコチャラスカ先生じゃないですか。最強の自爆神、あー出た、このスキルやばい。ちょっと待って、やばい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 、やばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた、やばいこと起きた。これ攻撃対象にならないんだよな、やばいぞ。これ反転するよね。これ攻撃対象にできないでしょだって。やばい、俺これ闇のゲームあんだよ、やばいって、闇のゲームあんだよ、墓地が、ああ